どうも、つなばっちゃです。この1ヶ月で、またタンが詰まっちゃって、1回呼吸が止まって、で、慌てて救急車を呼んで入院して、で、まあ1週間くらいかな。それから、今、こうやって退院して、また元気な姿に戻ってます。で、いろいろ検査しても全て異常なしと、最強だなという状態です。まあその入院した時にちょっとだけ撮影してもいいということだったので、撮った動画がこちらです。元気か？あ 元気か？もう昨日と全然違うな。テレビあるからいいな。俺だね。おめえ、出てさって働いて。相変わらずチョコと甘いココア、もしくはコーヒーですかね。砂糖たっぷりです。これ大好きですね。今はもうご飯が食べれなくて、完全に高カロリーゼリーのみって感じですかね。で、つい先日一回検査で、まあ退院してからもう一回病院行ったんですけど、看護師さんの人で、まあバッチャを知ってる人がお一人いて、来られていた一般の方なんですけど、その方からもツナバッチャだと 言われたそうで、よかったね。すごいね、知名度が上がってますね。あそこ、ずんどんだいんか、いや、相撲でだす。んだんだか。腹で合ってらんや。そりゃそうだ。あれは腹すこますねえわ。いつまでも出はてるんだ。大変だよ。そりゃお相撲さんは腹出てるよ。うざしくるげさいたや。くるげさいじさっさっさっさといった。そうか。うそ。ほら、ほっぺたをされたで、ほんでこうしないで。よいしょ、のどっこいしょ。ほら、何がいた。どこさ行ってくる。ああ、そこで行ってこう。必ず呼ばれて。どういうことだ。おいしい。だべ。
何でにやめんの。いや、俺はいいや。飲んだ。これ飲んだ。うん。こぼすからこれつけなさい。OK。 うん、休んで、はい、うん、仕事してくる。うん、小文字の場合ダメか。話すやがまずくてな。うん、何の話や。だよな。じゃね。これ切るってからさ、うん、切れ。これスマホだよ。どうすんのそれ。もういいね。食べれないよこれ。うん。まずいね。まずいね。じゃあ相撲でも見て楽しんでくれ。なかなか動画が上げれませんが、まあこんな感じでちょいちょい元気な姿をまた撮っていきたいなと思います。それではまた、バッチャ。Thank you.